ご視聴ありがとうございます。リオンちゃんで今日の動画は4月のドラッグストア購入品をやっていきたいと思います。今日はポンポ夫人というか、まあこんな感じでね、今日はまあワンピースっていうかつなぎのワンピースがあったんですけど、ちょっと邪魔なので脱ぎました。こんな感じです。でまあ一個、まあ関係ないんですけど、次の動画、多分メイク動画が1個入るので、その次の動画で使う予定のね、まあものを1個ご紹介したいと思います。まず撮った順からご紹介するんですけど、まあお菓子とか日用品系とか、まあ美容系のものもあるのでご紹介します。まずね、まあ美容、日用品系からいきましょう。ピザポテト。まあね、ご紹介してないんだけど、まあ若干食べ物も毎日買ってるんですよ。ピザポテト。そう、なんか、この時、こう2個目のツルハドラッグで買ったんですけど、なんか適当に、こう、もうなんか、もうやばいやばいっていう状態で買ってるので、そう、なんか無性にトイレに行きたくなっちゃって 適当に取ったんで、まあピザポテトは好きなので、ピザポテトと、まあ、これも、まあトイレに、こう、モニモニしてもらったんですけど、私は今、山崎パン祭りをしてるので、そう、意外と山崎パンの白いお皿って結構落としても割れないので、うちに大量にあるんですけど、毎年のね。そう。それで協力してるので、山崎パン。そう。板チョコ。これのあんこバージョン、菊池に売ってたの。このパン。頬張るクリームドーナツの板チョコで、確か、あんこバージョンだから売ってたような気がする。新発売のやつ。これでしょ？お菓子系からいこうか。プリングルス。そう、私は、こういう系はプリングスのこれしか食べない。っていうのも、チップスターとか、遠足お菓子あるあるで、一応ポテチとチップスターの薄塩味を持って行ってたんですけど、なんかチップスターが好きじゃないので、そう、チップスターと湖池屋とか、まあいろいろあると思うんですけど、私は、そう、唯一こういう形で買うのが、この、これ一択。プリングルスのサワーオニオンのやつ。サワークリームオニオン。サワークリーム&オニオンのこれ。そう、このサイズはね、すぐ食べんのよ。マザイとね、一緒に食べると一瞬よ。YouTube とか、だるだら見ながら食うと、もうこれなんて一瞬で終わる。次。これはトライアルで買う方が安いし、そう、トライアルは毎日使ってるんですよ、これ。お友達。じゃがりこ、たらこバター味。そう。意外とこれ高いのよね。ツルハドラッグだと100円未満じゃない。トライアルカンパニーさんだと100円未満で買えるので、めっちゃでトライアル購入品みたいな。そう。紹介してないだけで買っております、毎月。あとは、食べ物系で言うと、海苔巻きせんべいちゃん。最近、そう。トライアルで3月の時買わなかったんだよね。お菓子コーナーあんまり見てなかったっていうのもあるんだけど。そう。海苔巻きせんべいちゃんでしょ？ あとなんか、そう、最近は私基本パンは山崎パンしか買ってないので、なんか適当にいけそうだなと思って買った、シャジシャジ玉ねぎのやつ。1点のやつね。私、
あと私食パンは最近は、私もともと食パンは厚い方が好きなんですよ。そう、4枚とか5枚切りみたいなダブルソフトみたいなパンが好きなので、最近はツルハドラッグ購入品じゃないので紹介しないんですけど、そう、私はロイヤルブレッドの4枚切りを最近愛用しております。時じゃないと買わない。最近はね、山崎パンの祭りなので買って、毎週買ってるんですけど、これが一つでしょ。あとは、まあイオンブランドのシーフード。結構私毎回食べ物多いのよ。あとおなじみ、中身たっぷり四角いパンの、そう、粒あん&ホイップのやつ。朝食べたり、こういうパンは、味パンみたいな味付けパンは、そう、仕事の日の朝とか、でほぼほぼ目が開いてない状態になるので、あとは、こういうパンとか、こういうパンとか食べてます。食パンとかはこういう休みの日の朝とか昼とか、に食べることが多いんですけど、味付けパンは週5ぐらいで食べてます。あと食べ物系でいくと、わさびちゃん。そう、最近はね、この SB ハウス、そう、わさびちゃん。もうすぐ今使ってるわさびちゃんがあと1回分あるかな状態になってきてたので、詰め替えでわさびを買いました。あとは塩、うちはねこの味塩推しなんですよ。そう、詰め替えボトルっつうか100円ショップに買ったボトルに移すんですけど、そう、私は結構肉焼いたり、こうし、どっちかっていうとシンプル塩味が大好きなので、塩。あとね、美容系って少ないんだよね。っていうか、私が思ってたチフレのやつとか、あと日焼け止め、これの本体はあったんだけど、これの本体あったんだけど、こんなの何個もあってもなと思ったし、詰め替えの方が安いじゃんと思って、詰め替えがなかった。時期的にまだ早いのかもしれないんだけど、紫外線的には今がめっちゃ量強いから、今からや、もう3月とか、私は顔と首にはこう一年中つけてるんだけど、腕とかはちょっとね、ずるしがち案件なんだけど、そう、詰め替えがね、欲しかったんだけどなかったし、あと夏用っていうわけじゃないんだけど、夏用はちょっとお高めっつうか1000円以上のを使ってみようと思って、あれです、アットコスメストアのやつ、ネットのやつ、ネットでそのまま買えるよっていう欄からいつもこう買うリストを決めたりとかしてるんだけど、そこにあったやつと実際店頭で売ってるかっつうと微妙な時あんだよね。そのチフレのシェーディングのやつはあるんだけど、田舎すぎてまだ届いてない状態だったので、このまま行くと来年まで私のシェーディングパウダー持たなそうなので、ちょっとね、こう、他のものを挟んで来年の1月ぐらいまで持たせたいんよ。セザンヌのパウダーね、こことここに塗るやつだが、なのでキャンメイクかセザンヌか、安いところで言うと、まあチフレがあれば、チフレに550円のやつ買おうと思ったんだけど、なかったからさ、買えなかった。そう、日焼け止めはね、5月のドラッグストアで
まあ6月からねちょっとお高めに移行して、さっきのやつは腕とか腕しかならない。まあ首とか後ろとかにはね、まあ塗ろうとは思ってるんだけど、まあジュース、まあお茶、私どっちもウーロン茶だと思ったら1個ウーロン茶と緑茶でした。お茶と混ざりですね、私の。デカビタ。カルピスソーダ、なんかデザインが変わってた。カルピスソーダ。でも、ツルハドラッグでこれ買ったんだけど、菊池はまだ旧パッケージだった気がすんな。あと、コーラ。まあ、これの700は、頻度で買ってるんだけど、ツルハドラッグと350のファンタ、オレンジなかったんだけど、またファンタっつうね。でしょ？あとは、そう、冷蔵庫に入ってる方のこれがもうあと1回分ぐらいになってきたのでストックで買いました。ネスカフェの甘さ控えめ、つうか甘さ控えめって言ってもさ、ガムシロみたいなやつ入れるからさ、甘さ控えめっつうか全然か取ってんじゃんっていう感じなんだけど、無糖がこれしかないんだよね。私はネスカフェ推しです。次、美容系っつうかまだありましたね。ゴミ袋買いました。ゴミ袋、まああるんだけど、そうあるんだけど、ないと困るので、ストック女なので、使ってるやつ、ストックのやつみたいな感じで、ゴミ袋。パッドちゃんね。毎日パッドと、私一番使うパッドのサイズって、29センチぐらいの、まあ、20センチと、まあ、35とか40とか42のやつは使うんだけど、一番使うのはやっぱりこのサイズが私一番使うサイズだなって思う。そう、29センチ。まあ、3、そう、これしかなかったんだよね。これの羽あり羽なししかなくて、私は羽なしが大好きなので。羽なしをゲットしてきました。もう夏用の漂白剤じゃなくて柔軟剤にしました。もう多分ストック分だけでも、まあ、多分6月に被るか被らないぐらいのストックがあるので、まあ、今月からもう夏用の柔軟剤に移行しようと思って買いました。そう、レノアのワンデー消臭みたいなやつ。そう、1週間こ消臭抗菌のやつですね。適当に買ったので、部屋干しでもお日様の香り。何の香りこれ。適当に買ったからさ。そう。このシリーズか、このワンデーみたいな、1週間持つよみたいなタイプか、あとレノアスポーツ系か、こういう、レノアシリーズが多くなると思う、夏場は。9月、10月ぐらいまで。これのストック次第で、レノアハピネスとか、あと、フレアフレグランスに戻るので、一旦、今まで買ってたやつを使わないと、なんか、ドロリッチぐらいのドロドロになるんだよね。そう。なんか一個、レノアハピネスだったか、アロマリッチだか、の一個が、なんかドロリッチぐらいみたいに、いや、今月？去年？そう、去年ぐらいに買ったんだけど、多分、今年か去年
が2個ずつ買ってた時期だから、今年か去年、まあ今年だったような気がするし、覚えてないんだけど、正直いつ買ったか。そう、どっちかに買ってたんだけど、なんかドロドロしてて、私は買った順からこう番号をつけといて、まあ、3個あったら、まあ、買った順から1、2、3みたいな感じでそうしてるから、ちゃんと順番ど買った順番通りに使ってたんだけど、あれだけ時々ドロリッチ化するんだよね、なんか知らんけど。美容系っぽいやついきましょうか。まあこれも日用品といえば日用品な、歯ブラシね。間違って買った、本当はね、こっちを買う予定がこっちを買ってしまった。そう、同じこっちが先月3月に買ったダウスッキリ毛穴ケア洗顔ジェルで、今回そう今回買ったのが同じ、いやビオレだな、これビオレだったわ、同じ会社だと思ったら違う会社だった。ビオレのメイク落とししっかりクリアジェル、そう、まあこれのピンクバージョンも使ったり使う、そう、その前に開けたツルハドラッグのジェルを使ってるから、まあどっちかっていうとこれのピンクバージョンはまあ何回か使った程度ぐらいなんだけど、こう一番ねこのタイプジェルタイプを使うのでストックはね必要ないよ。これでしょ、メイク落としで言うと、まあね、あまりこっちタイプバームあんまり使ってないんだけど、まあ使うときは使うので、しストックあまりねストックもう減ってきてたので、これおはじめましてのブランドなんですけど、あのアットコスメストアの美容液2番目のツルハドラッグに売ってたの。そう、昨日、今日4月1日に撮ってんだけど、昨日今年使う買うであろうもの、あの今使ってるスキンケアが終わったら使おうと思って次に買おうと思ってるやつとか、まあ絶対使うだろうなっていうやつを紙に書き出してた時に見つけた、多分この会社の美容液だと思うんだけど、なんか私そうバーム自体がまあ大したのなくて、で2個目のやつでこれ見つけて、こっちにこれの黄色バージョンを次これがなくなったら買おうと思うんだけど、アンレーベルラボのやつですね。メイク落とし、洗顔、毛穴ケア、角質ケア、マッサージのダブル洗顔不良、そう 1000mp の超圧縮技能で生まれた浸透系バームクレンジング、 100mpa バクチオール配合、口がカパカパしてんだけど、新1万メートルの圧縮に相当する超圧縮で排出したバクチオールが角質層の隅々まで浸透、美容液バームがとろけてメイクも毛穴落としもしっかりオフ、肌に潤いを与え段のある肌へと導きますっていうやつですね。そう、エイジングケアの方買いました。もう一個はなんかあまり使えなさそうなやつ、そうなんかさ、これデオもこういうやつなんだけどさ、なんか使えなんか微妙だなって思うやつ、
こんな感じですね。なんか鏡餅みたいに、まあ光飛びでちょっと見づらいと思うんですけど、ひび入ってんのです。ひび入ってますね、これ。なんかちょっとお高めそうなんですけど、これ1900円ぐらい買いました。でも今使ってるやつが終わらないので、それが終わっ、結局さ、これさ最悪じゃん、怒ったじゃん、使わないので、なんかスパチャ取りました。これが一つと、次ね、今使ってる赤ちゃんパウダー、そう、もうね、こんぐらい底見えしてきたので、ほぼほぼ毎日愛用ということで、多分5月まで持たないので買いました。ピジョンの薬用固形パウダー J のやつで、皮膚アレルギーテスト済み。そう、別のやつさ買ってみようと思ったんだけどさ、このコンパクトタイプこれしかなかったんだよね。あとカンカンのでかいやつ、別にこれ持ち歩くわけじゃないんだけど、これがいいなと思ったのでこれにしました。そう、大体1年ぐらいで私このパウダー使ってんだよね。そう、使い始めたのは去年の4月21日なので、こういう風にね買いとかないと、まあほぼほぼ1年ぐらいでこれを使い切るんだけど、あれいつ開けたっけかなって思うので書いてきました。これストックベアで寝かせたいと思います。多分すぐ使い切るのでこれをお始めましてですね、ダブのなんか後ろ英語で書いてあって、なんて書いてあるか正直わからないんですけど、リップバーム、あれを防ぎかさつきのない唇にっていう、シアバター配合ふんわりと柔らかな唇にっていうやつで、もう一個あったんですけど、唇がふんわりになるようにこっちにしました。そう、今使ってるこのニベアよりも若干安かったので、それにそう、なんか慣れも良くないなと思ったので、もう2本目なので、これがなのでこっちにしてみました。最後が、あの多分もうすぐね、もうすぐっていうか来週か再来週かに染めようと思ってるんですけど、次やるやつって意外と明るいのですぐ色落ちしてプリン状態になるので、ちょっとね落ち着いた髪にしようかと思ってこれにしました。泡カラーのダークショコラっていうやつですね。そう、ナチュラルカラーにしてみました。いつものビューティーラボの方が高かったのでこっちにしたんですけど、泡で簡単、毛先までムラなく綺麗っていうやつですね。こういう感じのやつですね。あとなんかもらったエルクシールの、そう、私がエルクシールは今使ってるやつ、次使ってるやつで、これに行こうかなと思ってるんですよ。今のところの予定では。そう、次ぐらい、次の次ぐらいで、エルクシールのエイジングケアと美白タイプに行こうと思ってるので、まあ、こんな感じで8000円分を、7000円分、約8000円分、いや、8000円下ろしたんだから7000円分ぐらい購入いたしました。こんな感じで終わりたいと思います。
ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。